皆さんおはようございます。キノチューブです。昨日ですね、スマトラの方が1匹突然落ちてしまいまして、水質なのか餌のやりすぎなのか非常に落ち込んでおりましたら、今度水槽内でエンジェルがですね、変な行動をし始めて、黒いのが白いのを追っかけ回してるんですね。で、求愛行動かなとも思ったんですが、それにしては愛が感じられないような部分もございまして、ちょっと戸惑っております。今まで白の方が強くてですね、白が黒をつついたりしてたんですが、今度黒がですね、こんな感じでちょっと痛めつけてるみたいなところもありまして、戸惑ってます。そしたら今度ラムの方がエメラルドグリーンコリドラスを続き始めまして、今までそんなことなかったんですが、結構ちょん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 コリドラスの方をいじめたりしてるんですね。ということで、ちょっと水槽内がざわついておりますこの頃でございます。キノチューブでした。どうもありがとうございました。